W63K は、京セラが日本国内向けに開発した AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。CDMA1XWIN 対応端末では、インフォバーニスポーテを W63T に続いてのストレート端末であり、同社のウィルコム向け音声用 PHS 端末である。 ハニービーの au 版との見方もある。形状は全く異なるが、同時発表された W62K の兄弟機にあたる端末で、エルダー層、もしくは一部の旧、通貨ユーザーをターゲットとした端末で上質なデザインが採用され、本機の主な機能が上機の W62K にほぼ準拠している。ただし、1XWIN 対応機種にもかかわらず、 エルダー層向けの端末ゆえに、イージー、チャクータフルや、リスモビデオクリップ等の、リスモミュージックサービスには対応していない。これは、同社の au 向けの2008年夏モデルの、w62k や半、パンテックキュリテル社製の同じく au 向けの2008年夏、モデルの、艦隊形態 w62pt も同様、これらのサービスには対応していない。また、ーーフェリカにも、 期待応である。ちなみにこの機種の日本語入力システムには W62 系同様、最新バージョンの E1 が採用されている。など、ありがとうございます。